セーブで。ゲーム。最新のインターミッション。編入。今回の作戦目標であるオダラクの構想ノルブについて話しておこう。ノルブはスカブ・コーラルとの共生のための鍵を握っている男だ。行方をくらまして以来長年探し続けたが、やっとその所在をつかむことができた。本来スカブ・コーラルとの接触にはコーラリアンの出現を待たないといけない。だが世界には九段の限界の到来が近づいている。もう時間はねえ。残された方法はレントンとエウレカをグレートウォールに接触させてスカブ・コーラルとの対話を試みることだ。ノルブはそのグレートウォールへ俺たちを導いてくれる。俺たちはあの人を失うわけにはいかない。それは人類とコーラリアンの共生の可能性をも失うことだからな。何としてもノルブを救出する。彼はシベリアにあるリマンメガロポリスに一時的に収監されているわ。新連邦の本部に移されてしまえば私たちはもう手出しできない。だからチャンスはここだけよ。リマンメガロポリス周辺でリュウイ・ノバクの銀河号が確認されている。おそらくノルブ氏を銀河号で移送するつもりだろう。ここが狙い目だ。俺たちはリマンメガロポリス周辺で新連邦と交戦、陽動を行い、その間に別動隊が救出を行う。もう一つ、リマンメガロポリス周辺が氷漬けになっているという情報が入っている。詳細はまだ確認されていないが、オーバーマンの仕業かもしれん。厳しい戦いになるが、俺たちにとって大きな意味を持つ戦いだ。頼んだぞ。よし、出撃前に聞いてくれ。陽動作戦はすでに始まった。敵を引き回した結果、今の俺たちは敵に包囲されている。この状況から脱出するために母艦の退路を塞いでいるターゲットを全てやっつけてくれ。後方からも強そうな連中が追ってきているが、優先するのは進路の確保だ。あとはその場の状況に応じて動いてくれ。じゃあ頼んだぞ。出撃ユニットの編成を行ってください。出撃します。プレイヤーユニット、このユニット強化、アーマーポイントが最大。リオキユニット、強化、このパイプ、出撃します。よろしいですか。またシベテツとの戦いか。ゲイナー君、あの子
シンシアのことを考えてるんでしょ。え、まさか。顔を見ればわかるわよ。もし出てきたら今度こそあの子を止めなきゃね。シンシアには戦争とゲームは違うってことを教えるんだ、僕の手でね。ノルグさんはそんなにすごい人なんですか。かつてスカブとの調停を行うために選ばれた最初の人間がノルグだ。だがノルグはその対話に失敗した。コンパクドライブを体内に融合させてな。だがノルグはそのおかげでコンパクドライブを使いスカブの声を聞くことができる。再びスカブとの対話を行うためにも不可欠な存在なんだ。ノルグはレント、エウレカ、お前たちを導いてくれる。レント、エウレカと対になるのはお前だ。必ずエウレカを守るんだ。うん、わかった。レント、私も頑張る。レントンとなら何でもできる気がする。ついでに昔話を一つしておこう。俺とエウレカの出会いだ。俺が東州連邦にいた頃、 SOF 特殊部隊に所属しエウレカを任された。エウレカは世界最古の LFO ニルバーシュを操る少女。その程度の認識しかなかった。2年前、俺たちにはドームポリスの抵抗勢力を殲滅させる任務が与えられた。その時ボダラク最高位の構想ノルブの確保という目的も与えられていて、ノルブと出会ったんだ。エウレカの対になる者こそがスカブとの対話を果たせる。そう俺はノルブから教えられた。その二人こそがこの世界を救う道となるグレートウォールを開けるともな。それを知った俺は軍を抜けることを決意し、月光ステートを組織した。そんなことがあったのか。エウレカはお前に任せる。俺は必ず奴を、リュウイの野郎を止めてみせる。はい。ゲイナ、気をつけてね。とんでもないものが出るかもしれないし。どうしたの？サラが応援してくれるなんて。うるさいわね。心配するのがいけないの？ごめん。若者は複雑だな。できる。ゲインさん、これはオーバーデビルの仕業か。すでに各部隊は攻勢に入っています。ターゲットを相当してくれ。僕は戦う。VRネット展開、戦闘準備。避ける。僕は支援します。この敵をどんどんやっちゃって。オーバーデビル。オーバーマンの中でも最強といわれる悪魔の存在だ。封印されていたはずだが、まさか復活していた。狙いが甘い。そいつの仕業ってことはオーバースキル。避ける。2万メガロポリスの街全体が凍りついています。
すでにオーバーデビルが復活したことは世界中に広まっていよう。さて、知れてと思うバルチャーが来るか、それか神が降ってくるのか。なあシンシア殿、僕が支援します。突き抜けろキングエイナー、前に出てきたか。この姑息な戦いの源は貴様だったか。何が姑息か、お前に比べれば堂々たるものだろう。なめるなアッサム。そこか、僕が支援します。敵のハイドに専念しろ。こちら本部前後を追った。お少し粘って。友軍一体全滅しました。もう何をやっても無駄だ。この私が王となり世界を手にする。王か、援護が必要なら言ってください。くだらねえな、どこかの誰かにそっくりだぜ。後方の護衛部隊が撃破された。敵部隊が接近してきます。フリーダム援護します。優位の野郎か。避ける、遅かったな。ノバッケの恥さらし。いや優位邪魔しないで。お前は私の後をついてくるだけだ。だが一度でも追いつけたことがあった。扉は終わりだ。お前たちが作るレイアウトとかいう雑誌も接近戦だって得意なんだ。あんなものは何になる。不眠は真実より強い刺激で動くが、真実ではなくまがいものを選択する。お前にはエウレカの対になるものなど見つけられるはずもない。ノルブ氏は我々が救い出した。もう止まれ。だがオレンジを手にした我々にこの老人の力を強める。お前たちは同じ敵戦なんて得意なんだ。パワーが違うんだ。もう止まれ。こちらはお任せし、ノルブ氏の回収に成功したとの連絡です。全くがっかりだぜ。あんたは俺に追いついちゃいなかった。どこを見ている。俺はエウレカと対になるものを見つけたのさ。なんだと。ねだるな、勝ち取れ。さすれば与えられん。これが俺たち月光ステートだ。まあいい、どっちお前たちは遅すぎる。そこか。もう止まれ。我が軍が非常に優位。敵オーバーマン反応出ました。こんな時に。待て、これは戦う気はない。僕を甘く見るな。エマンメガロポリスが凍らせたという。もう止まれ。あの中に俺の部下もいる。協力させてもらうぞ。ありがたいが、奴にどこまで通用するか。いいだ、援護します。いいか、あのエースをやったら褒美をやるぞ。友軍部隊がやられました。しまった。こっちは大丈夫ですか。襟をつけてやる。いや、上か。
遊びは終わりだ。もう止まれ。こんな連中、そこか。なめるな。すでに各部隊は攻勢に入っています。ターゲットを掃討してくれ。無茶はしないでください。みんなを助けるためです。戦うのなんて今回だけですよ。カープ絶好の敵をどんどんやっちゃって。そこか。接近戦だって得意なんだ。オーバーマンの中最強と言われる悪魔の血だらけだ。封印されていたはずだが、どこを見ている。まさか復活していたとは。そいつの仕業ってことはオーバースキル。2万メガロポリスも街全体が凍りついています。敵拠点を制圧。そこか。もう止まれ。すでにオーバーデビルが復活したことは世界中に広まっていよう。さて、死ねてしまうのか、バルチャーが来るか、それとも神が降ってくるのか。なあ、シンシア殿。やはりこの姑息な戦いの源は貴様だったか。何が姑息か。お前に比べれば堂々たるものだろう。なめるな、アサム。世界を手にする。そうか、くだらねえな。どこかの誰かにそっくりだぜ。もう止まれ。そんなことじゃ。もう止まれ。遊びは終わりだ。前進しろ。援護が必要なら言ってください。僕だって
起これば剣を銀河号から通信言うのやろうか遅かったなドバッケの恥さらしなめるないや、デューイお前は私の後をついてくるだけだそこを叩くだが、一度でも追いつけたことがあったかお前たちの作るレイアウトとかいう雑誌もそうだあんなものは何になる不倫は真実よりも強い刺激で動く一人で戦っちゃいけない真実ではなく、まがいものを選択するお前にはエウレカの対になるものなどそれじゃ勝てないノルブシは我々が救い出したパワーが違うんだオレンジを手にした我々そこを叩くこの老人の力は必要ないお前たちにくれてやろう同じく時を逸した者同士慰め合うがいいケリをつけてやるノルブシの回収に成功したとの連絡です全くがっかりだぜあんたは俺に追いついちゃいなかった俺はエウレカと対になるものを見つけたのさ何だメダルの勝ち取れさすれば与えられんこれが俺たち月光ステートだ止めどのうちお前たちは遅すんだしないでくださいパワーが違うんだ僕には勝てないオーバースキル発動だユウ君、
一体全滅しました。前に出てきたか。僕が支援します。僕を甘く見るな。私は伝説のオーバーデビルを手に入れた。全てはゲイン、お前に天罰を下すためだ。私は王となり、あなたを落とさせるわけには。お前を手に入れる。シンシアはどうした。シンシアレーンならここだ。勝負しよう。新しいゲームのスタートだ。シンシア、負ければ世界中が氷漬けになる。頑張って私と戦うんだね。あいつは何なんだ。伝説のオーバーマン、オーバーデビルだよ。こいつのオーバーフリーズは心さえも氷漬けになる。なんだこの威圧感。こんな戦い、やってる場合じゃないでしょうに。どこを見ている。そんなものでやれるのか。ゲームチャンプ、あれには君のお友達のシンシア殿が乗っているのだぞ。ずるい。だから姑息だって言ってるんだ。これだけやれば、はっ、いけ。これで落とす。落とします。シンシア殿のオーバーセンスをオーバーデビルが求めたのだよ。キングゲイナーならできる。目を覚ましてくれシンシア。まだ君の全部が氷の悪魔に負けたわけじゃない。オーバーデビルって言っても人が作り出したものを落とさせるわけには。人の思いはそんなもんに負けない。撃ちますからね。俺はシンシアのいたずら。心までもまだ氷かっていないから、僕の声も聞こえるはずだ。やってやる。飛ぶんだ。オーバーデビルは線路を使ってオーバーフリーズを使うか。僕には半分あれば十分なんだ。どういうことなんだよ。キル、締め鉄の線路網は世界中に広がっている。いいぞ。線路が凍れば世界中が凍りついちまう。何です。無駄さ、私は止まらないよ。狙いが甘い。フリーダムが追い込まれている。怖い。皆さん、気をつけてください。シンシア、もうやめるんだ。僕ならもう大丈夫。シンシア、さっさとこんなところからはエクソラスしよう。ゲイナ、私避ける。僕が支援します。オーバーヒート。
ヒートで中和したのか。凍っていた人々は戻ったそうです。やったわね、ゲイナー君。うん、なんとも賑やかなことだな。久しぶりだな、じいさん。いい顔になったな、若造。あんたには聞きたいことは山ほどある。分かっている。インベーダーの増殖と竜医のオレンジ計画によってスカブの覚醒が始まりつつある。そして九段の限界を迎えるとこの世界は終わる。そのために俺とエウレカがスカブと対話しなきゃならない。竜医は九段の限界や抗体コーラリアンの秘密を知りながらオレンジ計画を実行しているのか。九段の限界より先にスカブコーラルを殲滅するつもりなんだろう。それにオレンジ計画の目的は抗体コーラリアンの発生ではないよ。スカブの中枢である指令クラスターの位置を探し当てることになるんだ。前に九段の限界について説明をしたよね。この世界における知的生命体の総量には限界があるという話ね。さあ、でも僕の計算ではスカブコーラルの知性体操量はとっくに九段の限界を超えているんだ。それが本当なら地球は。スカブコーラルは休眠状態にあり、だから九段の限界を超えずにいる。僕はそう仮説した。その通りだ。大地は今夢を見ている。竜医はスカブに休眠命令をしている指令クラスターを破壊して九段の限界を起こそうとしているんだ。実際に九段の限界が起きたらどうなるんですか。スカブコーラルが全て目覚めればその空間全てを飲み尽くすはずだ。待って、それは誰が検証したの。グレートウォールについて語る必要があるようだね。あそこは物理法則が無視される空間だ。この地球にスカブが発生して間もなく地上には隕石が落ち、スカブの一部が目覚めてしまった。その時九段の限界が起こった。しかしスカブは慌てて休眠に入りその発生を防いだのだ。だけど完全には間に合わず九段の限界が発生した空間が残った。それがグレートウォールなんだ。そのグレートウォールに行くということに危険はないのか。あれはエウレカとレントンを鍵とする扉だ。今はそれだけ分かればいい。スカブコーラルは船だ。そしてトラパーこそが我々をその船へと誘う風なのさ。コンパクはトラパーと我らをつなぐものだ。それを介して人はスカブと接し、お互いに影響を与え合ってきた。つまりトラパーは意志の力であり、人はそれをエネルギーとして利用した。コンパクドライブはその増幅装置だということか。人とスカブは常につながっている。だがその思考が交わることはほとんどないのさ。スカブの知恵は大地の断りだ。対話こそが地球を救うと言っている。地球を救う？対話とは？その意味は俺にもわからん。スカブと合一することでその答えは見出せるだろう。だがその前にやらないといけないことがある。
ドームへ行くがいい。この星の記憶が眠る場所だ。そこには真実がある。この世界の断りがな。ドーム。私は夢でドームと名乗る声と接し、全ての答えが月にあると教えられました。月に存在するということはマイクロウェーブ送信施設のことか。ティファの求める答え、そこに私の探す答えもあるというのか。キャプテン、コロニーの宇宙革命軍が大艦隊で月の制圧に向かったとの情報が入りました。その動きに合わせて新連邦はブラッドマン自らが大軍と共に宇宙へ向かったそうです。よほど大事なお宝みたいだな。決まりですね。月に向かいましょう。センシアが正気に戻ってよかったよ。心配かけちゃったね。これからもよろしくね、みんな。どういうこと？私も一緒に行くよ。キングと一緒の方が楽しいしね。シベリア鉄道は総裁であるキッズムントが失脚し、その機能がほぼ停止しました。それにより警察機構としての役割が果たせなくなり、今後はただの鉄道会社となるようです。アスハム軍の消息はつかめませんが、シベ鉄の事実上の軍事撤退とともに故郷のロンドンへ帰ったという噂です。これでシベリア鉄道との戦いも終わり、私たちは新連邦との戦いに集中できますね。セーブしますか？セーブデータを上書き、セーブが最新の情報を報告します。インターミッション変我々はティファとノルブの言葉に従い月までやってきた。これより月面上に存在するマイクロウェーブ送信施設へ赴き、ドームとの接触を行う。第7次宇宙戦争から15年経った今、新連邦と宇宙革命軍は全面的な武力衝突を迎えてしまった。彼らの目的もまたドームだ。我々は彼らに先行してドームとの接触を果たさねばならない。ドームの正体が何であるかは分からない。だがそこには我々の求める一つの答えがあるはずだ。私はドームの声を聞きました。その夢でドームはこの世界の秘密を教えると言いました。それがノルブさんの教えと同一のものか私には分かりませんけれど、ドームに行くことでスカブとの対話にも大きな一歩を踏み出せるはずです。ドームへは私とティファが向かう。みんな頼んだぞ。最後に一つ付け加えと、我々の目的はドームとは別にもう一つある。それは生き残ること。死んだら負けだぞ。忘れるな。
俺はこの戦いからターミナスタイプ303に登場する。こいつはパイロットに負担のある機体だが、こんなことは言ってられねえ。必ず戦い抜いてみせる。作戦内容を説明します。今回の最優先目標はナデシコ C の作戦領域通過です。ナデシコ C に帯同しながら周辺の新連邦部隊を迎撃して目標地点まで援護してください。敵は周辺の艦隊から出撃しています。余力があるようだったら敵艦の迎撃もお願いします。もう一つ、現在ドームを守る謎の機体が新連邦に対して攻撃を仕掛けています。謎の機体はドームから使わされた無人機と予想されますが、新連邦の軍勢がかなり苦戦していることからかなりの性能を持つ機体のようです。気をつけてください。説明は以上です。出撃ユニットの編成を行ってください。リオキ強化す、リオキ出撃します。よろしいですか。一体ドームはティファンに何を告げようとしているのかな。私にもわからない。未来がわからない。こんなことは初めてなの。ティファは普通の女の子だ。ニュータイプかもしれないけど、俺にとってはただの女の子なんだ。たとえ地球がめちゃめちゃになっても、俺ティファのことを守ってみせる。私も何が起きてもガロードのそばを離れない。私はこの戦いが終わってもガロードと一緒にいます。俺いろんなところへ行ってみたい。そしていろんなものを見て、いろんな人に会って、そして考えたい。自分がどんな未来を求めているのかを。私も初めて自分の力をもっと欲しいと思った。守ってあげたい、みんなの未来を。よし行こう、ホワイトドール。周辺では新連邦軍と宇宙革命軍の交戦が開始されています。母艦が目的ポイントに到達するまで援護してくれ。ティファとみんなのために戦う。マイクロウェーブ送信施設よりモビルスーツの発信を確認。これはジビット。
どうやらドームを守るために自動制御で動いているようね。待って、このモビルスーツに戦う意志はないわ。私たちを導こうとしている。敵艦から多数の敵機が出撃してくるので、早めに叩いておいた方が得策です。出過ぎるとかえって危険だわ。これは彼らの狙いもドームか。総員に通達、所属不明の部隊は味方にあらず。ドームから出現した部隊と合わせて撃破されたし。マイク、増援だ。気を抜くな。体勢を立てろ。新たな敵艦を確認。頼むから帰ってくれよ。敵さん目白押しってね。これだけいると目移りしちまうぜ。だがジャミルたちの道を開くんだ。ああ、派手にやらせてもらうぜ。敵の月面への上陸を許すな。ニュータイプ主義者ともに真の正義を知らしめるのだ。これが僕にできることなら。手にした者に勝利が微笑む。オールドタイプに絶対よ。何あれ、マージになっちゃってさ。ジンシア、油断するな。
バレル、君ならできる。自信を持って。彼らはつくづく愚かだ。兄さん、時が来たようだね。これで舞台は整った。我々が求めるニュータイプなどではない、力だけ。僕だって。邪神領域を通過した。援護感謝する。進路クリア。所定ポイントに向けて前進。取り囲んで。敵の増援です。追撃するつもり。迎撃をお願いします。新しいお客さんだ。余力残ってる。ドームに到着した。 G リットがキャプテンスピカを乗せたシャトルに接近します。そこ。これより私たちは G リットの誘導でマイクロウェーブ送信施設に入る。見え見えです。この機体はドームを守っていたのか。構成を避けたのは正しかったな。叩きます。この光は。これがドーム。見つかりをしなくてはもう存在するファーストニュータイプと呼ばれるものの意思。今の求めていた場所なのだ。そこ。見え見えです。もう無駄だと分かったでしょう。敵は素人か。ドーム、私の心を感じてください。そして全てを明かしてください。私はドーム。かつてニュータイプと呼ばれたもの。よくここまでたどり着いたね、ティファーディール。みんなが分かってくれたから。拒絶した人もいるようだけど。ええ、真実よりも戦争を求めているんです。戦争か。よくも飽きずに続けるものだ。ニュータイプを神と等しく崇拝するもの、封印し力を利用しようとする者、かつて力を持っていた者、みんなそれぞれにニュータイプという言葉を捉えている。そしてそれがまた次の戦争の引き金になろうとしている。でもそれはある意味では仕方がないことかもしれない。僕らはニュータイプという幻想でつながった世代なのだから。
ニュータイプが幻想だというのか。この力こそ人の核心、ニュータイプと呼ばれる力ではないのか。そう思いたい気持ちは理解できるけど、残念ながらそれは違う。人を超えた力と人の核心とは別のことなんだ。では私に答えをくれ。私は自分がニュータイプであると信じて戦った。そして時を見た、未来を感じた。それが全て幻だったというのか。そう、全ては幻だ。たとえどんな未来が見えたとしても、それを現実のものにしようとしない限り、それは手に入らない。ニュータイプを求めてさすらう時代はもう終わったんだよ。そして君たちは新しい未来を作っていかなきゃならない。新しい未来。君は自分の力に悩んでいたね。はい、私はガロードと普通の人間として生きたい。ならばニュータイプという言葉を捨てればいい。それで願いは叶うはずだ。君たちは未来を信じ戦ってきたはずだ。それこそが新しい時代を作る力なんだ。もう一つ君たちに伝えなければならない。スカブコーラルの中枢である司令クラスターが破壊されようとしている。竜医という者の手によってね。そうなると九段の限界がやってくるだろう。唯一それを回避する手段はスカブコーラルと人間が融合することだ。そうなるとどうなるのですか。全ての存在が同一になり、意識だけの存在として存続する。どう思う、ティファ。私たちは人としてお互いの存在を認め合って生きることを望んでいます。わかった。司令クラスターには君たちを待つように伝えておく。あとは君たち次第だ。君たちはゾーンに入るんだ。そこでスカブが対話の時を待っている。そこで世界のもう一つの顔を知ることになるだろう。これが僕の話せる全てだ。ニュータイプと呼ぶべきものはこの世界にはいない。そして僕も元いた場所に帰る。古い時代はもう終わりだ。さあやろう兄さん。新連邦にもう用はない。我らの世界に栄光あれ。勝利者は新連邦だ。宇宙革命軍でもない。我々兄弟。力を使わないとならないのか。ここが正念場ってやつか。味方です。標的を間違えないで。サテライトシステムがあのバンクの支配下に置かれています。味方だってば。まさか、どうして攻撃したんだよ。再現するつもりか。どういうことだ。ちょっと彼らは再びコロニーを落とし地球を壊滅させる気だ。早く終わらせなきゃ。これがお前たちの求めていた戦争か。そう、世界を変えるためにこれが一番の方法だ。僕らは正さねばならない。力なきオールドタイプども、そして力を持つニュータイプもだ。そう、オールマよ。
兄さん。ドームが言っていたこと、未来を作れか。頑張ろうな。私も自分の力でガロードと生きていく。その力はあなたがくれたから。あの二人はニュータイプという言葉に踊らされた。古い時代の呪縛に捕らえられ、その心を救う者はなかった。それが彼らの不幸なのかもしれん。ニュータイプは人の核心だと教えてくれた人がいる。ニュータイプも人だ。どれだけの力を持とうと、人は人を超える存在にはなり得ない。人の価値は生き方で示すというガロードの言葉は正しい。そう、その強さこそがこれからは必要なんだ。新連邦はこの戦いで大きな被害を受け、指導者のフィクス・ブラッドマンも死んだ。フロスト兄弟やベルクトもいなくなった今、実権を握るのはデューイ・ノバクだ。あいつは止めなきゃいけねえ。もう俺たちには時間がないんだ。ドームのおかげで司令クラスターはスカブへの休眠解除命令を取りやめた。来た意味があったということだね。ドームが語っていたゾーンへの突入、やるしかないだろうな。ああ、これから地球へ戻り、グレートウォールへ向かう。ドームとの対話を終えた今、スカブコーラルは朝廷の時を待っている。グレートウォールを越えた先には約束の地がある。そこへレントンとエウレカの二人を送り出すんだ。スカブとの対話がこの世界の未来を作る鍵となる。みんな頼むぞ。この戦いで新連邦の司令であるフィクス・ブラッドマンが死亡しました。その影響で新連邦は早くも大きな改革が行われたようです。新たに新連邦を導く立場になったのはデューイ・ノバク。九段の限界を起こそうとしている男です。彼が掌握した新連邦はコーラリアン殲滅のための軍事行動をはじめ、人々の心をつかんでいます。との対話のために動く私たちにとって、新連邦は以前よりも手強い存在になったと言えるでしょう。一方で宇宙革命軍はトップと主力のほとんどを失い、戦争は続けられない状態になったようです。今後我々の行動次第ではコロニーとの和平も可能となるはずです。ドームとはこの世界における最初のニュータイプを封じていた場所のようだね。世界で最初のニュータイプは遺伝子レベルまで分解され、機械的にドームとして封印された。彼はこの世界を見届けつつ、我々のようなものが現れた時、自らに起きた悲劇とこの世界の成り立ちを伝えるメッセンジャーだったんだね。この施設はスカブにとって人と自分たちをつなぐものであると認識されていたのかもしれない。インベーダーが襲わなかったのもスカブの意志がインベーダー化した後も残り続けていたためと考えられるね。セーブしますか。
セーブデータを上書きします。セーブが完了しました。最新の情報を報告します。インターミッション中の行動を選んでください。お前たちに約束の地について説明しておこう。この地球の大地を形成するスカブコーラルは、度重なる戦争によって傷つき、抗体コーラリアンを生み出してきた。その抗体コーラリアンはゲッター戦によってインベーダーと化し、スカブコーラルを侵食し続けている。この破壊の連鎖による消滅を恐れたスカブコーラルの意志は約束の地に逃れたのだ。約束の地はゾーンを越えた先にあり、そこでエウレカとその対となる者レントンとの対話を待ち望んでいる。
ようやくその時が来たのだ。俺たちはドームと接触したことでスカブコーラルとの対話の可能性を得た。だがその間にデューイは新連邦を掌握した。そしてオレンジによる地上攻撃が止んだ。デューイはスカブコーラルの中心核である司令クラスターの位置を掴んだに違いない。司令クラスターは俺たちの目指すグレートウォールを越えた先に存在する。デューイの狙いは司令クラスターの破壊だ。これを許せば地球は苦難の限界を迎え崩壊するだろう。デューイに先を越される前に必ずゾーンへ突入するぞ。これから俺はサクヤ様に会いに行き、共にポロロッカを起こす。ポロロッカによってグレートウォールに張られた結界が一時的に反転することで道が開かれるのだ。その先に約束の地へとつながるゾーンがある。その道を開くのはレッド、エウレカ、お前たちだ。ノルブとサクヤがゾーンを開いたらレントンとエウレカを先頭にゾーンへ突入、全艦が突破をする。これまでにない危険な作戦だが絶対に成功させ俺たちの未来を勝ち取るんだ。作戦を説明するわ。作戦目標はターゲットの掃討。でも今回は簡単にはいかなさそうよ。デューイは新連邦軍を総結集させ、周辺にはかなりの数の敵が展開している。さらに粒子フィールド兵器を多数展開し絶対に突破させない防衛線を張っているわ。粒子フィールドを突破しないとターゲットは撃破できないけど、今までの方法で解除するのは難しい。だからここは奥の手を使うしかないみたい。全艦を最前線に出し一斉射撃でフィールド兵器を排除するわ。みんなは各母艦の進行を援護して。リスクの高い方法ですが、時間を考えるとこれしかありません。各艦のダメージが拡大したら臨時フィールドを設置する無人機部隊を向かわせます。今回はかなりの長期戦になります。気をつけてください。出撃ユニットの編成を行ってください。プレイする。
さんっていうのはどんな人なんですか？ボダラクの人間が発見し聖人として崇めてきた人型コーラリアンの少女だ。私と同じ。その人は今何をしているの？彼女はボダラ宮の奥で眠り、グレートウォールを結界で守っている。彼女が結界を反転させることでポロロッカという現象が起きる。それによりお前たちはゾーンへの突入が可能となる。そのサクヤさんを目覚めさせられるのがノルブさんだけってことですか？ん？まあ、そういうことだ。約束の地ってのが一体何なんだろう？すでに私たちは鍵を持っている。そのドームの言葉を信じましょう。キラヤマト、行きます。すべて撃破する。私だってやれるところ見せなきゃね。皆さんご武運を。敵のフィールド兵器を排除するため各艦が前に出る。各機は艦の進行を援護してくれ。これなら目標地点まで進ませる。艦の進路を確保してくれ。こっちだ。前方の敵拠点を叩いてくれ。無人機部隊が拠点で交戦している。この援護を頼む。こちらはお任せします。お互い頑張りましょう。こっちだ。そちらを援護する。前線を押し上げるんだ。新たな敵艦を拠点の防御を強化する。ここで戦局を覆す。攻撃した方がいいな。周辺の敵を掃討して母艦の進路を確保して。よく見ろ、合わせんだ。発射。継続。
不能です。どいてくれ。見えた。この選択を覆す。意味がないわ。メールボタンを足止めに使いましょう。援護部隊に進行ルートを確保してください。こちらパワー、イルマーシュを回させねえ。俺たちは必ずレントンたちをゾーンへと送り出す。ゲッターとここで折れるわけにはいかないんだ。タワーの進路上の拠点を制圧してくれ。軍の兵士たちは優位の目的を知ってるのか。彼らは人類を守るために戦うという優位の大事な勝利という無駄にはしない。戦うしかないってのかよ。なでしこが苦戦しています。トマホーこちらも援護お願いします。トマホークブーメラン。こちらタワー援護する。意識を戦いに集中するんだ。敵艦が拠点に到達しました。あなたを落とさせるわけには。するために来た。どういうことだ。月光ステートの雑誌レイアウトを読み、その考えに触れた。そして優位の街の作戦に疑問を持った。我々新連邦軍は世界の人々を守るために存在する。世界を破滅に導く優位の街の私兵ではない。私は彼女を救いたい。僕はアネモネを守りたいんです。こんな時にバカが増えやがったぜ。さあ覚悟しろ。俺たちの戦いは半端じゃねえぞ。全て撃破する。私たちの戦いが明日を作る。僕はこんな戦いやめさせる。勝利の女神。敵のフィールド兵器を排除するため各艦が前に出る。各機は艦の進行を援護してくれ。意識を戦いに集中。月光号の進行を援護して。
リアにしつけ。オレンジが付近に撃ち込まれたわ。交代交代。こっちは大丈夫ですか？カズ、計測不能です。このカズ、キリがないわ。ネイルボタンを足止めに使いましょう。進行ルートを確保してください。新たなセクターを確認。拠点の防御を強化する。迎撃した方がいいだろう。援護部隊の進行ルートを確保してください。僕が支援します。地点まで進ませる。艦の進路を確保してくれ。危ない。相手の足を止め。前方の敵拠点を叩いてくれ。無人機部隊が拠点で交戦している。この援護を頼む。ホランドやみんなが危ない。なんじゃ、ゾーンだなんて。レッド、エウレカ、後ろを向いちゃダメ。ゾーンを目指しなさい。わかりました。イルマーシの邪魔をさせねえ。必ず、レントンたちをゾーンへと送り出す。ここで折れるわけにはいかないんだ。そっちは大丈夫ですか？どうしてですか？なでしこが苦戦しています。こちらも援護お願いします。軍の兵士たちは優位の目的を知ってるのか？彼らは人類を守るために戦うという優位の大義を信じています。戦うしかないってのかよ。敵艦が拠点に到達しました。援護部隊の進行ルートを確保してください。援護が必要なら行ってください。自走兵器に攻撃されました。友軍部隊が劣勢。僕ら支援します。こちらを援護する。戦闘
に集中して。敵艦の反応出現。いつも艦です。僕が支援します。こんな時に。待て、攻撃するな。我々は諸君に協力するために来た。どういうことだ。月光ステートの雑誌レイアウトを読み、その考えに触れた。そして獣医の幕の作戦に疑問を持った。我々新連邦軍、世界の人々を守るために存在する。世界を破滅に導く獣医の幕の司令ではない。私たちのやったことが役に立ったのね。私には愛する人がいます。私は彼女を救いたい。僕はアネモネを守りたいんです。こんな時にバカが増えやがったぜ。なあ覚悟しろ。俺たちの戦いは半端じゃねえぞ。援護部隊に進行ルートを確保してください。敵戦艦多数。このままじゃ。ひるまないで。私たちが戦わなければこの世界に未来はないの。絶対に負けられないのよ。前方に敵部隊が展開。敵がナデシコの進路を塞いでいます。迎撃をお願いします。こっちか。こうなったら新連邦の自走兵器が配置されています。まずはそれを叩きましょう。そっちは大丈夫ですか。イルバーシがゾーンに突入するまで何としても持ちこたえるんだ。アリス、防護部隊を艦の援護に回してください。進路上の拠点を制圧してくれ。運動だ。新月下を舐めないでよね。進行ルートを確保してください。ゲッタートマホーン。もちろん自走兵器が戦局を覆す。ルートが世界を置いてくる。うわあ。ナデシコ、ダメージが拡大。制圧。腕に来たんだ。
タワーの進路上の拠点を制圧してくれ。準備完了だ。エンジン停止。揚力保てません。援護が必要なら言ってください。ホランド、グローバルブリThank you.
エースポイントが不足。何が起こるかわからない、注意しろ。敵来ました、レーダーで反応してます。敵のフィールド兵器を排除するため各艦が前に出る。各機は艦の進行を援護してくれ。突っ込むばかりではダメだ、タワーを目標地点まで進ませる。艦の進路を確保してくれ。捨てての前方の敵拠点を叩いてくれ。無人機部隊が拠点で交戦している。この援護を頼む。進行を援護して。これは交代コーラリアン出現。オレンジが付近に撃ち込まれたわ。交代コーラリアン発生。いかず計測不能です。援護が必要なら言ってください。バランドよ、この数キリがないわ。足止めに使いましょう。タワーからタワーの進路上の拠点を制圧してくれ。援護部隊に進行兵器を確保してください。
回しの邪魔はさせねえ。俺たちは必ずデントンたちをゾーンへと送り出す。ここで折れるわけにはいかないんだ。なでしこが苦戦しています。こちらも援護お願いします。軍の兵士たちは竜医の目的を知ってるのか。彼らは人類を守るために戦うという竜医の大義を信じています。戦うしかないってのかよ。敵艦が拠点に到達しました。命を奪うためじゃない。戦いを終わらせると武装兵器に攻撃されました。友軍部隊が劣勢。少し苦戦している。タワーの援護にも当てくれ。敵艦の反応出現。いつも艦です。こんな時に。待て、攻撃するな。我々は諸君に協力するために来た。どういうことだ。月光ステートの雑誌レイアウトを読み、その考えに触れた。欲しい奴らだ。そしてユイナマキの作戦に疑問を持った。我々神殿ポーズには世界の人々を守るために存在する。世界を破滅に導くユイナマキの私兵ではない。損害状況を報告してください。私たちのやったことは役に立ったのか。私には愛する人がいます。私は彼女を救いたい。僕はアネモネを守りたいんです。こんな時にバグが増えやがったぜ。さあ覚悟しろ。俺たちの戦いは半端じゃねえぞ。
援護が必要なら言ってください。手強い。自走兵器が攻撃、友軍が被害を受けています。ナデシコ、ダメージが拡大。ネッテノ、自走兵器の制圧に成功。進路上の拠点を制圧してくれ。主砲、発射準備。偽装兵器を制圧。任せてもらおう。進路クリア。所定ポイントに向けて前進。位置関係を常に意識するんだ。拠点を一つ制圧しました。進路を確保したな。艦を進めろ。進めての。タワーに防護部隊が到着。タワーの装甲を強化してもらう。どうしてみんな戦いを望むのでしょう。ダメ、このままだと月光号が落ちちゃいます。迂闊ですよ、もっと注意を払って。なでしこ、目的ポイントに到達。他の艦の援護もお願いします。こちら本部、援護。タワーは準備完了だ。うっとうしい奴らだ。他の艦の援護も頼む。うっとうしい奴らだ。後ろに遅れ。
方との位置関係を常に意識するんだ。僕ら支援します。僕は大丈夫です。ご自分の戦いに集中なさってください。所定のポイントに到達したわ。敵兵多数、まとめて相手してやれ。全艦、所定の位置まで到達。よし、攻撃準備。援護が必要なら言ってください。消失を確認。ターゲットを全て撃破しろ。え、敵が総攻撃。機械人形同士の戦い、怖いんだって思わないんですか？コイン戦闘用意、暗室で開け。月光号、援護するわよ。全滅。私はずっとあなたを待っていた。以前私たちは対の者としてゾーンを突破しようとした。しかし失敗した。でも私は悲しくない。こうしてまたあなたと出会えたから。私たちの意志はあの子たちが引き継いでくれた。昨夜始めよう、あの子たちのために。そっちは大丈夫ですか？私たちのために。これがノルブさんの言ってたプロロッカ。レントン、行け。あんたたちは私たちの未来への希望なのよ。レントン、行こう。エウレカ、みんなのために。各艦、ニルバー氏の後に続け。ナデシコ、ゾーンに突入します。怖くない。
レントンと一緒なら。俺もだ。レントン、俺たちゾーンに入ったんじゃ。ここは、ここはどこだ。ここは私たちの地球。どういうことだ。それは本当なのか。間違いありません。ここが約束の地だってのか。オランド、あれ、あれが司令クラスターなのか。地球にあったか。ゾーンに入った結果姿を現したのかもしれないね。オラトリオナンバー8、ターゲットビーコンに向けアルティメット操作準備完了。しかしよろしいのですか。アルティメット出力では本体が自壊してしまいますが。君の望む世界にあんなものは必要なのかね。司令クラスターが…しゃあ。遠方で敵球が検出。みんな、抗体コーラリアンが現れるわ。悪魔の限界の始まりか。俺たちは滅びるしかないのか。あなたを落とさせるわけには。エウレカがいる限り、まだ希望はある。私だって、レントンがいる。オランド、スピードなら俺の方が上だぜ。まだ俺たちできることはあるか。レントン、この子が苦しんでる。あのライダーの声を聞いてあげてほしいと、ミルバーシュが言ってる。だけど、あの LF4 は、司令クラスターを。もし誰も傷つけず生きていいと言われたら、風にそよぐ髪を束ね、大きな一歩を踏み締めて、夢を愛の子、生きていたい。ありがとうを言うために生きていたい。たくさんの気持ちを送るために。言えるよ。生きていたい。気づかなきゃよかった。こんな気持ち。おっと。生きていいんだよ。生きていいんだよ。そっちは大丈夫ですか。誰もいてないだろ。だって苦しいの。あの人がどこにもいないの。こんな。
ーが持ちません。沈みます。終わりか。だが私はコンパクをこの体に埋め込み世界と合一した。私の生命はすなわちこの世界そのものなのだ。私はこの星の尊厳と共に生く。これが新たな地球の始まりだ。兄さん。どうしたんだニルバーシュ。エウレカ。気づくのが遅すぎた。兄さんを救ってやれなかった。何もかも手遅れだったんだ。そう、何もかも手遅れ。私たちはやることが全部遅すぎたのよ、ホランド。まさか私たちの地球が約束の地だったとはね。ドームやノルグさんの言葉の真意はここにあったのですね。世界のもう一つの顔、それが私たちの世界だったのね。そうなった理由は何だ。仮説も混じると思うけど考えてみようかしら。全てはバルドナドライブの起動実験の事故、セシリアの悲劇ね。そこを分岐点として全く異なる世界が生まれた。そしてそれ以来2つの世界は異なる歴史を歩んでいった。バルドナドライブは別の枝分かれした世界をつないでしまう装置だった。ジルバルドナはだから私たちの世界にいたんですね。スカルコーラルはインベーダーの手から自らを守る必要があった。普段の限界を起こさないために。だから中心核である指令クラスターをもう一つの世界へ移した。どうやって。セシリアの悲劇。おそらくはね、二つの世界につながりができたとき、スカムはそれを保つことを望んだ。ゾーンは二つの世界を隔てる壁だったのさ。つまり指令クラスターって親玉は俺たちの世界にありながら、この世界のスカムを操っていた。そういうことになるわね。指令クラスターは私たちの地球の内部で姿を潜めていたの。それが二つの世界の真実ってわけか。根を同じくしながら全く異なってしまった世界。スカブコーラルの有無によって大きく異なってしまった歴史ということだね。待ってください、バレル。じゃあ
やっぱり俺が鍵だったから。二人いるんですね。そう考えるのが妥当ね。セシリアの悲劇の時に枝分かれした唯一の存在。ベルクトのバレルへの憎しみはそれが理由かもしれない。彼はひどい生き方をしてきた。それがバレルとの違いとして現れ、世界を破滅させる考えを持つに至った。でも俺と同じ人間ならそんな考えを持つとは思えない。環境が変われば人の考えは変わるわ。でもバレル、今はもっと大事なことがあるわ。エウレカの件よ。エウレカはどうなったんですか？彼女は代理司令クラスターになったんだ。代理司令クラスター？司令クラスターが消滅した後の代理としてスカブの核となるんだ。獣医は司令クラスターが破壊されてもすぐには九段の限界が引き起こされないことを読んでいた。スカブコーラルも生き延びたいから。そこで大佐はエウレカか私を代理の司令クラスターに仕立て上げようとした。エウレカとアネモネの首輪の中にはスカブを破壊する次回プログラムが組み込まれていました。大佐は司令クラスターとなったアネモネかエウレカを通し、それをスカブに注入しようと考えた。そのプログラムの起動でスカブの自滅を誘発し、九段の限界を起こそうとしたわけか。だが、竜医はどうやってそれを仕組んだんだ？エウレカたちの首輪は、何らかの形で竜医の心肺機能と直結されていた。おそらく CFS の技術を転用した何らかのトラパー逆転システムだよ。それを自らの死が引き金となり、次回プログラムが発動するように仕込んでいた。大佐が生き続ければ何も起こらず、その身に何かがあれば世界が滅ぶよう仕組まれた。つまりデューイは勝った時と負けた時のシナリオの両方を用意していたということ。我々は奴の死後もその手のひらの上で踊らされているわけだ。ドームとの約束を果たせなかったか？いえ、まだ希望はあります。そうだ、ティファの言う通りだ。そこまで準備されていた計画でありながら、九段の限界が起こっていない理由、それは何だ？エウレカが司令クラスターになることを拒んでいるんだと。エウレカが司令クラスターになれば、次回プログラムが発動し、スカーブは自滅を始める。そして九段の限界が訪れ、よくできた筋書きね。だけど司令クラスターを失ったスカーブはエウレカを欲している。急がなきゃいけない。つまり今ならまだエウレカを救い出せる、そういうことか？行きます。エウレカに会いに行きます。セーブします。セーブで、セーブが完了しました。もう一つの最新の情報を報告します。インターミッション中の以下、俺たちの目的はただ一つだ。司令クラスターとなったエウレカと接触し、再度人類とスカブとの調停を行う。そのために周辺に展開する抗体コーラリアンの群れを突破して、レントンをエウレカのところまで送り届ける。ニルバーシは待機だ。
レントン、お前は突破口が開け次第エウレカのいる場所まで突入しろ。エウレカから送られる信号は次第に弱くなっている。エウレカがいつまでエウレカでいられるかは分からない。エウレカを連れ戻せるのはレントンお前だけだ。頼んだぞ。みんなもう一息だ。スカブトの調停を行い世界を救うぞ。いいか、作戦を伝えるぞ。現在皇太コーラリアンの大軍が俺たちの行く手を遮っているが、これに対処している時間はない。月光号はここを強行突破する。周辺の皇太コーラリアンを食い止めて一定時間援護を頼む。今までに確認されていない皇太コーラリアンもいるみたいだが、そんなことを気にしている余裕はねえ。俺たちはとにかくエウレカの元に一刻も早くたどり着くだけだ。みんな頼んだぞ。出撃ユニットの編成を行う。エウレカのいるところにたどり着けたら俺は何をしたらいい？悪い、何も考えてねえだと思った。ねだるな、勝ち取れ、さすれば与えられ、そうでしょホランド？そいつは俺に向けた言葉じゃねえ。え？きっと俺を通してお前に送られたんだよ。アドロック・サーストンからレントン・サーストンにな。うん、行ってこい。そしてエウレカに思いをぶつけてこい。そっちの場所ですか？
切なものが失われてしまうわ。そんな大ことで、みんなの住む星がなくなるのも、私の願いのはず。許されるのか、こっちのみんなに会いたい。とても大切な思い出だよ。でも
いつもエウレカが隣にいたんだ。アルミ、アルミ、お願いだよビルバーシュ。こっちか。あ、こんな結末は嫌だ。俺の隣にはエウレカが必要なんだ。違う。なんだあいつは。ミルバーシュだ。したんだ。行ってこい、レントン。惚れた女ぐらい奪い取ってきやがれ。男だろ。司令クラスター周辺に交代コーラリア。カズマ。カズなんていい。そうだ、倒しまくれ。二人のための道を開くに。ごめん、エウレカ。俺、君の同族を倒さなきゃいけない。それが罪と言うなら、俺はそれを背負ってやる。俺はそれでもエウレカのところへ行かなきゃなんないんだ。必ずエウレカを連れ出せよ。待ってるよ、レントン。手ぶらで帰ってきたら承知しないからな。本当の英雄になっちまったな、親父以上のな。
なことない、みんなのおかげだよ。私一人でいるときにみんなの声を聞いた。とても温かい声だった。私はこれからもみんなと一緒にいたい。いいでしょレント。もちろんさ。レントン、エウレカ、さっきの戦いでニルバーシュは何を語ったんだい？ニルバーシュは僕たちの声を聞き、代わりに司令クラスターになるって言っていました。そうすればグランの限界は起こらないって。私たちの戦いが終わるまで、それまでは力を貸してくれるって言ってくれたんです。私は学者だから奇跡は信じたくはないが、結果を見ると君たち二人の思いが実を結んだんだな。みんなにも改めて礼を言う。スカブとの調停は終わった。おかげさまで私たちも自分たちの地球に帰ることができました。これでめでたしと行きたかったのですが。ここまで来たら何でも持ってこい。私たちがいない間に大変な事態になりました。シャーカ。はい。やはりか。ネオジオンは連邦から買い取った小惑星アクシズを地球へ落下させる作戦を開始したそうです。あれほど警告をしていたはずなのに、上の連中は。アクシズはすでに地球に向かって動き始めています。一刻の猶予もありません。すぐにラー・カイラムと合流した後、作戦を開始します。俺たちも行かせてもらう。ああ、借りは返さねえとな。反対する者は誰もいない。最後まで付き合わせてもらうぜ。皆さん、引き続きよろしくお願いします。セーブしますか？セーブデータ、セーブが完了しました。最新の情報を報告します。インターミッション中の行動を編入さ、このユニットを編入、インターミッション中の行動
諸君、よく戻ってきてくれたな。すぐに状況を説明しないとなるまい。ネオジオンの手により決行されたフィフスルナ落下作戦の失敗、火星の後継者と旧ギガノスの解体、これらにより不利な状況になったネオジオンは地球連邦政府との和平交渉を進めていた。だがそれらは全てシャアの策略に過ぎなかった。地球連邦より武装解除と引き換えに譲渡されたアクシズを地球に落とすこと、それがネオジオンのシャア・アズナブルの真の目的だったのだ。アクシズはすでに加速を始め地球への落下軌道に入っている。核兵器も積まれているとの情報もある。このアクシズ落としが現実となった場合、地球の被害は計り知れない。核の冬が訪れ、地球は人の暮らせぬ土地となってしまうだろう。これより我々は持ち得る限りの力を尽くし、アクシズの落下阻止作戦を行う。当然敵の抵抗は激しいだ。まさしく正念場だ。だがやるしかない。死力を尽くすつもりで望んでほしい。作戦を説明します。私たちはアクシズまで接近して、アクシズ内部に爆弾を設置、破壊を行う予定です。作戦中域に展開するターゲットを全て撃破し、突破口を開いてください。今回の戦いは連邦軍が総結集した戦いになります。周辺では連邦軍がすでに交戦中のため、のんびりしていられません。連邦軍全体の損害率が拡大すると戦線が維持できず、作戦失敗となります。友軍の状況を随時知らせるので、被害が出過ぎないよう注意してください。今回母艦は前線に出ずに後方援護に当たります。思いっきり戦っちゃってください。それではよろしくお願いします。との編成を行ってください。プレイ出撃します。よろしいですか？ここでアクシスを止めなきゃ。地球にいるみんなが。ああ、リンダや俺の母さんだって地球にいるんだ。地球の避難状況はどうなっているんですか？残念ですが、地球を脱出できたのは政治特権でシャトルを利用できた一部の高官たちだけだそうです。クソ、俺らが取ったらいつもこうだ。家族や仲間たちを守るためか。なおさら負けられなくなったな。どうしたバレル？すみません、なんか手が震えちゃって。くそ、こんなの初めてだ。無理もない、これだけの作戦だ。だが君一人が気負うことはない。アムロさん、
ちは仲間だ。全員でこの事態を切り抜けるんだ。わかりました。どう、落ち着いた？ああ、ビビってる場合じゃない。俺たちがやらなきゃいけないんだ。キラヤマト、フリーダム、行きます！時間がないわ、急ぎましょう。とはいえ、かなりヤバい状況だな。やるしかねえだろう。はい、私たちならやれます。ああ、あんなものを二度と落とさせるわけにはいかない。おい、何か来るぞ。マイオプラート、出撃した火器は敵艦隊を掃討するんだ。連邦の遊軍艦が全滅する前に相手の足を止める。全機総力を尽くしてくれ。戦いを終わらせるためにあるんだ。いい感じだ、反応速度が上がってきている。援護が必要なら言ってください。マンクなのか。生きてたのかよ。これなら安心しよう。私には守るべきものがある。無駄だ。ギガロスの戦士たちのために、共に戦った仲間たちのために。いや、今更仲間などという言葉を使うまい。だが今は、私がショーに力を貸したのは同胞を救おうとしたからこそ。しかし奴は人の道を踏み外した。その笑顔が失われるものの大きさを測りきれない。終わらせるためにも私は撃たねばならない。ギガロスの誇りにかけて。いい加減に言ったぜ、マイオ。いい加減に。敵も本気だ。これまでにない気迫だ。いい加減に。総力戦ね。緩んでいる暇はないぞ。俺たちがやらなきゃならないんだ。敵の増援。今は僕ができることだ。くそ、なんてガスだ。フリーダムなら増援確認。そっちに行きました。どんどん地球に近づいてる。諦めたらそこで終わりだ。最後の希望を捨てるんじゃない。そうだね、私たちが諦めたら終わり。死んでもやってやるさ。守るべきもののために命を懸ける。未来のためにフリーダムの力を。その意志は見事。ダメじゃないんだ、やるんだよ。ガタガタ言わない。未来のためにフリーダムの力を飛ばしてやる。終わらせるために。負けはこうさせないぜ。こんな時にまで呆れたやつだ。10機目どこときに。おとなしく道を開けて。分かってくれないなら悪く思わないでね。まだ分からないのか、お前たちは。シャアのエゴに付き合う必要がどこにある。シャアサブレの理想は我らが理想。鉄砲の犬にはそれこそ分かるない。母艦を失った敵部隊は撤退します。超人入った。前方の敵艦隊は全滅。艦を進めろ。腐ったな、うじゃうじゃってやがって。ビビッ
ってんのか、イサム。好きにさせるわけには。ちびんなよ。インファンネル、一気に蹴りをつける。待てんなよ。了解。終わらせるためにも。まず、この一大事に揃いを揃って邪魔してくれちゃって。当然よ。貴様らにはやらせん。僕が支援します。だったら教えてやるよ。格の違いってやつをな。いいこと言った。しびれるね。敵の増援。気をつけてください。まだ来るか。増援。気をつけろ。隕石落としなんてやらせてたまるか。総帥の理想も理解できぬ者たちが。理想？笑わせんなよ。ねじ曲がった理想なんざクソくらいだ。いい加減に。あなたたちは何が気に入らないのか知らないよ。俺はこの地球が大好きなんだ。無駄にはしない。絶対やらせるもんか。何としても守ってる。攻撃隊の状況は爆発まであと1500。ただ敵の抵抗は激しさを増している。無理は承知の上だ。援護が必要なら言ってください。おい、メタルアーマーもいるぜ。相当数のゲノス兵もミオジオンに合流したようだ。終わらせるためにも。何か戦うって決めたんだ。いい加減に気づけってんだよ。シャアの本性ってやつにさ。彼らのことは私に任せてもらおう。見える。加減なしだ。そんな余裕最初からありゃしないがね。珍しく気が合うじゃないですか。今は僕ができることを。気をつけてください。敵は先だけ。明治音に身を置くギガノスの戦士たちに告ぐ。私はマイオ・プラートである。援護が必要なら言ってください。プラート大尉だって。まさか大尉は。ターゲットを全て撃破しました。やってくれたか。なぜ我々がネオジオンと協力関係を結んだのか。我々の目的は連邦政府の敵の増援。来ます。兵力用意。もういい加減にしてくださいよ。突っ込みすぎるな。ギガノスの諸君、武器を捨てろ。入った。これ以上武功に付き合う必要はない。なんでこんなに気持ちが悪いの。戦争か。救命。ドライバー、このプレッシャーは。ピティが無邪気すぎる。シャアじゃない。白兵戦に。リザンのヤクト動画の男でもない。こんな戦いやってる場合じゃないでしょうに。相手の足を止める。あの機体ファミリーを搭載しているのか。誰が転んで戦いなんか。クス、そっちに手強いのがいる。気をつけるんだ。戦局を覆す。クエス、一旦引くぞ。大佐を困らせたいのか。何さ。やったか。いえ、残った半分がそのまま。軌道が変わらない。アクシズを分断させる爆発が強すぎたようです。シャアの手伝いをしたのか。シ
差を知れ。こうなって誰かと貴君の部下は力を貸して、改めて礼を言う。無謀ならいくらでも聞こう。すでに私に人を導く良しは貴様を打倒することが私にとって最後の戦いだ。僕はみんなを守ります。希望を消さないために、今は覚悟は、これだけやればこれで一撃落とします。これで決める。悲しみだけが広がって地球を押しつぶすのだ。ならば人類は自分の手で自分を裁いて、自然に対し地球に対して贖罪しなければならん。アムロ、なんでこれがわからん。簡単にはいかねえか。まだ死にたくない。まだよ。でも、もう諦めてはダメ。嘘、こんなことって
あるの？わかんないよ。でも見ちゃった以上信じるしかない。つまりさ、これって俺たち助かったってことか？そうだよ、助かったんだよ。俺たちも地球も助かったんだ。俺たちにかかりゃざっとこんなもんだぜ。みんなよくやってくれた。みんな最高よ。本当によかった。バレル、え、警報。ハーリー君、バルドナチャージが急激に上昇中。ベルクト、そんな、一気に臨界に到達します。共振エネルギー、どういうこと？サイコフレームの共振によって放出されたエネルギーを利用したんだわ。サイコフレームが人の意志をどれだけ増幅できるかは知らないけれど、すでに阻止不可能になっていたアクシズの運動エネルギーを相殺し、さらにあれだけの質量を地球の重力圏外まで押し上げたとなると、莫大なエネルギーが発生していたことになるわね。それじゃ セーブしますか？セーブデータを上書きします。よろしいですか？セーブが完了しました。最新の情報を報告します。インターミッション中の行動を選んでください。こちらに戻ってきていた。そしてネオジオンとの戦いを利用してこちらの世界にあるバルドナドライブを起動させてしまった。彼はアクシズの共振エネルギーを利用してバルドナチャージをこれまでにない速さで引き上げた。今二つの世界はつながりを持ち、二つの地球は接近しつつだ。このまま待っていれば惑星衝突による世界の崩壊が訪れるだろう。最悪の結末を回避するためにはバルドナドライブの停止が必要です。我々はバレル少尉の手によって残ったバルドナドライブを停止し、異世界の接続を止めなくてはなりません。私たちはすでにセシリア諸島に進路を向けていますが、この先に強大な熱源を確認しています。おそらくはベルクト、彼もこのまま私たちを行かせるつもりはないようです。我々はベルクトを倒してバルドナドライブへの活路を開きます。これまでの戦いで
我々は幾度にわたる危機を乗り越えてきた。そして多くの人間が犠牲となった。今までやってきたことを無にしないためにも、我々は最後の戦いに臨む。みんな頼んだぞ。前方にかつてないほどの巨大な熱源を確認している。おそらくはベルクと。我々の最後の戦いはこれを排除することだ。みんな頼んだぞ。必ず生きて帰ってこい。それも作戦だ。その通りです。私たちならできるはず。どうか気をつけて。出撃ユニットの編成。このユニットを応急処置。よろしいですか、バレル。できるわね。もちろんだよ。でもベルクトが気になる。自分自身を殺せるのか、俺にはわからない。でも今まで共に戦ってきた仲間たちのためにも、俺はそれをやらないとならないんだ。だからやってみせるよ。この戦いが終わったらみんなともお別れになるんだね。二度と会えなくなるかもしれない。だけどそれは前に進むための別れだぜ。俺たちはこの戦いでそれぞれに未来を手に入れた。それをみんなに伝えていくことが僕たちの新しい戦いになる。行こう。そして勝つんだ。フェイはこの戦いが終わったらやっぱり向こうの地球に帰るの。考えたこともなかった。ベルクトを倒すその一心だけでここまで戦い抜いてきたから。バルドナドライブが閉じたらもう二度と会えなくなるんだよね。そうね、フェイ。今までありがとう。嬉しいわ、バレル。でもお礼はまだ早いわよ。うん、行こう。すでにつながりを持った。待つのはすべての終わり。もう何をしても無意味だ。終わりにしよう。ベルクト、シンドラゴンに。なぜお前は未来に進むとシンドラゴン。フリーダムの力を。新たなコアを求めた。あと
とえそれが可能でも、ゴーでないお前に完全な力は発揮できないはず。俺を核として得た新たな力、試してみるがいい。あいつをおとなしくさせるためには本体部分を叩くしかない。だが本体部分は強いゲッター戦に守られている。まずは周辺を攻撃し、全体にダメージを蓄積させよう。そうすることで突破口が開けるはずだ。貴様らが信じるその嘘を否定するのは俺の最後の仕事。なぜそこまでやれる。見える、世界が一つになろうとしている様、これは救いに他ならない。ディストーションフィールド展開。ハーリー君、グラビティブラストを。もう終わった。終わってない。どちらかは否定される。そのことは分かっていたはずだ。そんなの知るかよ。俺たちは違うだろ。俺は俺だ。君は君だ。そうか。なら、ここからはお前だけの道だ。これで終わりなのか。いえ、バルドナドライブの停止が残っています。あれが停止すれば2つの世界のつながりは完全に断たれる。お別れね。ああ、バレルが到着するまでに我々は戻らないといけない。バレル、行こう。最後の仕事よ。フェイ、君はここで降りないと。出ないと戻れなくなるよ。艦に戻っている時間はないわ。でも大丈夫、一つ策があるから。行きましょう。うん、
わかった。フェイ。何？俺もフェイの地球に生まれていたら、ベルクトと同じことをしていたのかな。それはわからないわ。でも君は彼じゃない。彼も君じゃなかった。それだけははっきりしている。俺はフェイの声を聞くことができた。それができなかったらどうなっていたかわからない。君のおかげだ。ありがとう、フェイ。お礼を言うのはこっち。最初は君を手段としてしか考えてなかった。でも君は成長して私にいろいろなことを教えてくれた。だからイーブンね。うん。我々の戦いもここで終わりだな。いや、これから始まるのさ。世界の復興、コロニーとの和平、我々がなすべきことは多い。険しい道だな。だが俺たちはこの戦いを勝ち抜いた。何だってできるはずだ。終わったぞ。これでやっと休めるね。でもこれでお別れなんて寂しいね。そうだよな。せっかく知り合った仲間だってのにな。俺たちの心はつながっている。同じ志を持つ限り。スカブは地球を俺たちに託してくれた。大地を救ってくれた。そしてドームは未来を見せてくれた。俺たちに託してくれたんだ。僕たちはゼロから始めるんだ。さてと、終わったところでそろそろ勝負をつけねえとな。せっかちなやつだな。俺は今からでも構わないぞ。じゃあ私も参加させてよ。ちょっとシンシアは帰んなきゃダメでしょ。やっと戦いが終わったっていうのに呆れるわね。そのくらいでないな、お前。戦いに明け暮れるのもいいが、少しは平和をかみしめたらどうだ。ま、それもありかな。うまくいってよかったですね。ああ。でも戦いはまた起きるかもしれない。その通りだ。理由が生まれた時、人は戦い始める。私がそうであったように。じゃあその理由ができないようにすればいいんだろう。そうだな。おかしな連中ばかりだったが、それなりに楽しかったぜ。いやー、もしかして褒められてる？ちゃうちゃう。コーラリアンとかニュータイプとか面白い人たちばかりだったわ。手放すのが惜しいわね。ま、どっちもどっちってね。ドミニク、私帰ったらやりたいことがいっぱいあるの。そうか。お手柔らかにね。もう尻に敷かれちゃってるの？帰ったら大変そうね。そのくらいがちょうどいいわよ。今まではそんな余裕なかったから。これからは戦いのない世界を模索していかないといけないな。そうですね。私たちも同じさ。これからたくさんのことを考え、未来を築いていかないとな。俺たちなら必ずできるはずだ。ゆっくりとでいいさ。通信が遠くなってきました。そろそろお別れだな。みんなと一緒に戦えてよかった。元気でな。ああ、そっちの世界も未来を大事にしろよ。バレル、早く戻ってこいよ。フェイも待ってるよ。元気でね。本当に本当にありがとう。皆さんありがとう。
みんなの声が聞こえなくなった。行っちゃったみたいね。俺たちももうすぐお別れだな。見えたわ。あと少しよ。それでどうするの？バルドナドライブを止めた後、策があるんだろ？そんなのないわよ。ちょっと待ってよ。それじゃあ、もう少しだけ付き合うよ。クリアしたデータをセーブしますか？セーブデータを上書きします。セーブが完了しました。ゲームモードを選んでください。最新の情報を報告します。インターミッション中の行動を選んでください。編入させるユニットを選んでください。インターミッショントップメゲーム。マルチプレイは2人のマルチプレイの行動を選んで、ゲームフリーミッションは過去のミッションなどをプレイできるゲームモードです。フリーミッションの行動を選んでください。今回の演習では実戦を想定した模擬戦闘を行います。ルールは簡単。相手のアーマーポイントをゼロにした方が勝者です。演習だからといって気を抜かないでくださいね。多少は痛いですよ。では頑張ってください。このミッションでは出撃ユニこのミッションでは出撃できる両機ユニットの数が制限されます。プレイ
このリオ行こう、ホワイトドール。セーブしますか。セーブ。セーブ。フリーミッションのコード。